タクシーの車内で2人が言葉を交わしていると。交わした言葉がですね、そのタクシーのドライブレコーダーを警察の方で回収して、分析した。分析している最中にある捜査官が佐藤誠さんに対して、ちょっとこっち来て見てみって言うんで、佐藤誠さんがそのドライブレコーダーの映像を見たらですね、その時に20分ぐらいらしいんですが、木原前官房副長官と妻の X 子さんが話をしている。その際に木原前官房副長官はですね、後部座席に乗っているわけですが、X 子の手を何度も握って、大丈夫だよ。俺が何とかするから。俺が手を回していたから心配すんな。刑事の話には乗るなよ。これは絶対言っちゃダメだと。それは罠なんだから。というようなやり取りをしているのが、ドライブレコーダーの映像に残ってたらしいんです。